なんとかうまく遠近法を利用して、ゼイユちゃんと手をつないでいる感じには、ああ、拒否された。俺が拒否した。あ、じゃあいいです。大丈夫です。お祭り。いいですね。大丈夫なんかな、この屋台の屋根の上、そんなに多分丈夫じゃないよね。お、食えんの？へえ。ああ、いいですね。リンゴ飴、青リンゴ飴。知らん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 。まあ、なんか、ヒメリ飴とズリ飴はギリギリ見たことある気がすんねんけど、チーゴ飴本当に知らん。とてつもなく苦い。売るな、そんなもん。あれ、これ、ストーリーか。お、チーゴ飴には手を出すな。お、大丈夫、リンゴ飴買ってる。え、本当？いいの？ばあちゃんから小遣いさんもらってっから気にしないで。リンゴ飴って普段食えないから好きだな。わかる。あと俺はすぐりが好き。北上にはリンゴ飴みたいなポケモン子もいいんだよ。あっちさ行ってみよう。行く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 。もうお前のそばにいる。俺はお前を守る。あ、でもこの人も鬼の面つけてるやん。え、で鬼の面流行ってない？あれ？すぐりぐらいしかつけてないのかと思ったけど。めっちゃ流行ってるやん。え、俺もお面欲しいんすけど。あれ？お面屋さん？買いたいのに。お面屋さんいない？マジかよ。かき氷どうぞ。あ、かき氷いいね。あ、いいですね、かき氷。かき氷のシロップは全部同じ味らしいですけど。なんか香料が違うよな。匂いが違うから、違う味に錯覚。まあ、実際味付けも若干違うんやろうけど。実質同じ材料からできてるみたいな、言うよな。すごいよな。やとしたらすごいよな。内輪で仰ぐと涼しい。でも手を動かすと汗ばむ。え、普通のこと言うてる。え、あれ？すぐにどこ行った？あっちさ行ってみべ。あれか。君、わかりにくいところに。違ったわ。違いました。自撮りエモート流行ってるから教えてあげる。地元の子から内緒エモートを教えてもらった。ほえー。教えてくれた子と一緒に撮ろう。あー、横顔いいですね。あー、いいね。ありがとうな、ありがとう。じゃあ俺、すぐりくんと約束があるから、またな。どこ行った？すぐりどこ行った？こっちか。せっかくのお祭りやっていうのに、あんな屋台ゾーン一瞬で飛び出すことあるんか。え、なに？ヒーロー、向こうからヒーローが歩いてくる。成敗される側の視点かと思った。あ、おみくじこれ。よし。鬼退治フェスでした。なんか知らんけどやるわ。あれ、パロディアから来てる子だよね。ええー、す。だったらお代はサービスしちゃう。え、ほんまに？トーコ、これやるんだ。とっから応援してる。おお、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。なんか空気が変わった。話変わって。へえ、あんたも鬼退治？ちょっと。ゼイユちゃんがすごい分かりやすいヒロインやねんけど。さっき私もやったけど楽勝だったよ。昔のヒロインや。ちなみに私のスコアは6390。超えられるかしら？トーコ、けっぱれ。まあ、なんか知らんけど、20億5000万点出すわ。何ですか？鬼退治フェスは水力タウンに昔から伝わる催し物。たくさんの木の実を集め、木の実台まで運び、高得点を狙いましょう。フェスエリアには4色の鬼バルーンが設置してあり、鬼バルーンを割ると中に入っている木の実を拾える。あ、そういう感じ？色が違う木の実台が4つ置かれている。木の実台は対応する色の木の実を A ボタンで乗せられる。決められた数の木の実を乗せればクリア。たまに食いしん坊ポケモンが木の実台の木の実を食べようと集まってくることがあります。はぁ、あ。集める木の実。2442。これは、この目標を達成すればいいってこと？だから赤2で、これも、緑が4で、あー、じゃあここ帰り、ここやればクリアか。こういうこと？で、これ2でいいやろ？で、ゴールか？こっちか。楽勝やんけ！これでいいの？ほんまに？はい。あれ？ああ、これ、あれか。ああ、この個数も置かなかった。これめんどくさ。あ、こういうこと？1回で全部置いてくれや。頼むわ。
集める木の実。あ、動けるぞここ。ん？あ、ちょっと待って、あ、そういうこと？はいはいはい、もうこのカウントダウンの間に有利ポジを取っとけよと。赤赤赤。で、これなんか右見てる感じ、持てる木の実の数に限界あるっぽいから余計なやつは取らん方がいいんやろうな。5で、緑が、はい、これで足りてないのが青は5でいいから、この木の周りぐるっと一周回ったら終わりやな。こっちから行くか。こういって変え、このまま流れるように戻れるっちゅうわけよ。ここにあったわ青。よし、なんか敵来ないね。星ガリスたちが邪魔しに来るみたいな言ってたけど、ひどい獣害にあるっていう話やったけど、けえへんな。これは間に合ってるってことな。後半この集めるのが遅いとどんどん減らされるよって感じかな。ほい、うわー微妙か、結構な数を要求されてる。33、黒は6個でいいからここでクリア。緑は2個だけしかないの。オッケー、緑も足りた。青が5、これで足りる。赤があと3、赤3、オッケーオッケー、これでいい。じゃあここの、はいはいはい、木の実を持ちきれない。おお、ぴったりや。うますぎ。え、うますぎ。ちょ、あまりにもうまいかも。あ、リコバリス出てきた。どこ？リコバリス。クリアしたよ。クリアしました。イエー。そら、ヨコバリスは一つも取られへんかったもんな。あ、なんか、セイユちゃん抜いてんけど。マジかー、俺、北上でもチャンピオンになっちゃうかー。ありがとうございます。何これ。経験を守り。持っていると、ポケモンが得られる経験値が増える。へぇ。ブラ一番の鬼バルーン割りキングと呼ばれているこの私が負けた。リベンジしたいけどお小遣い残り少ないし。すぐあんた代わりにトークを任せな。やだよ。あんた姉ちゃんよりよそ者の肩持ってのムカつきすぎて気絶しそう。ちょっとゼイユちゃんどんどん可愛くなっていくんやけど、ええな、ええけど俺この子と結婚するのやめるわ。うるさくてごめんな。俺相手してっからと他回ってて。うん、ゼイユちゃんじゃないわ俺は、うん、ごめん。ゼイユちゃんはまあなんか友達ではいたいけれども、友達で。お、あ、そこそこ、うちそばでお祭り来てたな。絶対に人間ちゃうもんね、下半身が。いや、着ぐるみの説を信じろ。ライト。どうした。鬼退治フェスはポケモンにライドして遊びます。ポケモンがいない人でも大丈夫。脅ししがスタンバってます。あ、じゃあゼイユちゃんは脅ししでやってたんか。ゼイユちゃん、あんたね、兄弟パワーはよそもんなんかに負けないんだから。言うてますけど、姉ちゃんの相手してっからとはこう他回ってて。言うてますけど、他回ってて言われてもお祭りここで終了でしょ。まあ、あれはあいつ追っかけましょうってことか。うわ、待ってる。俺のこと待ってる。お前草タイプやな。おい、俺が仲間になったばっかりのお揚げ戦闘にしようだろうが。これでどうしよう。この上着みたいなんバーって取ったら地面タイプやったら。こんにちは、パルデアチャンピオンのトワコです。パルデアチャンピオンの僕に何か興味でも？サインですか？写真もいいですけど。ポニポニポニータ？こいつ中身。不思議な子がお面越しにトワコの顔を見つめている。私が私を見つめてました。なんでなんで二人いる。いいお面だね。ポニオ、ポニオ、ポニータじゃん。聞いてよトワコ。何？すぐったら全然ダメ。鬼退治の才能ゼロ。あ、逃げてっちゃった。誰あれ。わかんねえ、わかんねえけど多分ポニータ。不思議な子を追いかけよう。あれってパルデアの子？あんな子この村にいないけど。いや、まだわからんやろ。まだわからんやろよ。すぐー、すぐここだ、早く来るんだ。多分あれ鬼だ。すぐ、あれ多分鬼だ。
すぐお前の好きな鬼だ、あれは来るんだ。鬼様の風船割りたくないのに姉ちゃんがやれってうるさい。あ、そういう理由でやりたくないの。ちょっと追っかけますかって思ったら、あ、ごめん、ちょっと落とし物が、あ、落とし、あそこになんか落ちてんねん。ええやん、拾わせてくられや。おい、なんか階段の上から見下ろしてくんのやめろよ。ねえ、勝手に行かないでよ。さっきの子も、おい、かわいい。ゼユちゃんちゃんと心配してくれてんねや、こっちのこと。え、強っ。あ、何何、顔かわいい、顔かわいい。お、落としたぞ。人ならざる者よ、落としたぞ。戻ってきなよ、夜の山は危ないから。え、何、まだワンチャン人間の可能性にかけてんの、二人とも。絶対にポケモンの顔やったけど、まあ、お面をつけている。お面の下にお面の可能性、お面オンお面の可能性もあんのか。大切なものポケットにしまうの早。鬼の顔を模した緑のお面、表祭りで出会った子が階段で落としたのを拾った。何あれ、どこの子よ。ポケモン、ポケモンでなかったかい。そんなこと、え、じゃあさっきの山に入ってったのってもしかして鬼、歴史の看板に出てくる。あれってマジ話だったの。お面落としていったし、そういうことだよね。どこ、姉ちゃん、鬼いたぞ、すぐ。やばい、やばい、他の選択肢がない。すぐには言わない方がいい。さっき呼びに行ったけど、多分こいつには言わない方がいい。ちょ、うわぁ、なに、姉ちゃんうるさい。なんでもない、なんでもないから、なんでもないから。ふーん、どうせ俺の悪口さ言ってたんだべ。お祭りさ、戻ってるよ。あいつには言わねえ方がいい。ふぅ、なんとかごまかせたか。あんたビビる、急にぶっこむんだもん。すぐって鬼のこと本当にすっごく好きなの。だから私たちだけ鬼に会ったって知ったら、あの子嫌な気持ちになるかもって考えすぎ。ちょっとゼイユちゃん、ド美人結婚します。今から鬼追っかけて山入られても困るしね。うん、とりあえず隠しちゃったものは仕方ない。さっきのは私たちだけの秘密。さっき拾った鬼の面もしばらくすぐには見せないで。この子横顔めちゃくちゃド美人やな。じゃあゼイユちゃんと俺との秘密ということで、じゃあ僕は鬼を探しに行きますね。行こうぜ、探しに。よ、ゲットして見せようぜ。すぐに、すぐ見てくれ、すげえの捕まえちまったんだ。でもこれがきっかけですぐと仲悪くなったら嫌やな。なんかの拍子にバレて、鬼と出会ってたのにどうして黙ってたんだって言われると嫌やな。すぐはめちゃめちゃ純粋でええ子やから、まっすぐ育ってほしいって思っててさ、なんか曲がってほしくないわ。君は純粋に生きてな。ダバー帰ろうか、公民館まで送る。いや、全然空飛ぶタクシー使うからええけど、ありがとう。あー、なんかこんなピクシーいたっけ、でかっ。いや、大丈夫です。お、ブライア先生。表祭りのフルーツ飴、なんとも不思議な味だったね。あ、食べてないっす。あ、リンゴ飴だけもらったけど、そういえば俺お祭り行ったけど、結局何も食わずに帰ってきた。あと、お面も変えてない。お、ゼイユと組んでんの君か。ゼイユのことをよろしくな。あいつは難しい女だが、よろしくな。ま、俺とは仲がいいんだけど。看板2つも折らせたんだ。私たちまだ1つだけど、ゆっくり行かせてもらうわ。まあ、そんな急ぐもんじゃないよね。ヤンヤンマかっこいいよね。お、メガヤンマに進化したらもっとかっこいいぜ。メガヤンマの上にはテラヤンマ、テラヤンマの上にはペタヤンマが存在するからな。ガンガン進化させていこうぜ。はい。お、ゼユちゃん。っていうか、なんで俺ら未だジンベエなん？まさか一晩明けてまだ来てるとはな。待ったわよ。待ち合わせしてないけど。ちょっと、あんたに用があって。昨日のあれ、誰にも言ってないでしょうね。言ってないよ。どうした？本当でしょうね。あんた嘘ついてたら、ドガース丸飲みだかんね。罰重。死刑やん。
え、どうした？階段で拾ったやつ持ってるでしょ？うちのじいちゃん村の歴史詳しいから昨日のこといろいろ相談しようよ。ああ、そういうこと？うちの場所わかるでしょ？早く来てよね。え、もうちょっと待って、なんかゼイユちゃんと俺めっちゃ仲良くなってない？もしかして俺とゼイユちゃんって仲いいですか？昨日の一晩で？いやー、そっかー、秘密共有しちまったからな。あ、立ってるわ立って待ってる。うーす、チーズ。じいちゃんこんにちは。すトマコだ、おはよう。遅延起きてきちゃったお前下打ち悪い癖やぞ看板最後の1個行く？すぐ、あんたどっか行ってな姉ちゃんトマコは私に用があんの。あ、なんか可愛いすぐの顔何それ、ずるい姉ちゃんばっかり、バカなんだって、ふんだ。何あれ、すぐのくせに反抗的ね。ほらゼイユ、すぐに優しくしなさい。ほらゼイユ、すぐに優しくしなさい。別に優しいでしょ、手出しないもんあ、もう手が出るか否かがそのラインなんや。え、今ので手が出る可能性あったってこと？そんなことより、トワコ、あれ、じいちゃんにあれ見せんのよ。探検の心得を。すみません、これ探検の心得なんですけど。何それ違うすいません、これおしゃれカード緑なんですけど。違うか。緑の共通点があったからいけるかなって。そしてこれなんですけど。これはまさか。鬼様のお面、これをどこで？私たち会っちゃったの、鬼に昨日表祭りで。優しく声かけたんだけど、そのお面落としちゃって、ねえ。まさか今も鬼様が祭りに来てくださっていたとは。北上の外全員気づいてなかったんですか？あ、そうですか。やっぱパルディア側に来たパルディアンチャンピオンの僕じゃないと気づけないことってありますよね。え、そんな話あったっけ？鬼って村を襲う悪いやつでしょ？まあ確かに、昔話だけ見てたらそういう感じやよな。ゼイユにも伝える時が来たようだな伝えてあげて。まあ俺最悪ええわ。本当の歴史は逆なんだ。逆？どういうこと？え、三人の悪が襲ってきて鬼が守ってくれたってこと？鬼様、いや、オーガポン、かわいい名前かわいいポン、オーガポン様に会いなさったトワコさんにも聞いてもらおう。あ、うん、じいちゃん、肘赤。我が家で代々語り継がれてきた本当の歴史を。いや、あ、じゃあ聞きます。あの、すぐどっかで聞いたりしない？大丈夫？大丈夫か？よし、大丈夫やな。すぐが心配や。少し長い話になるがよろしいかな。あ、短くはできない。あと俺オリエンテーションがあって、わしも父から教わった一族だけで口伝えてきた話だ。はい、まあ聞くよ。じいちゃん髪型すごいな。あ、雨降ってきた。じいちゃん雨降ってきた。最悪。自分一人だけ屋根の下にいる。クソが。決して口外してはいけないよ。うっす。うん、わかった。全員、俺ら二人ジンベビショ。あ、じいちゃんもビショビショ。じゃあいいや。あの、傘させへん。屋内でせへん、この話。ああ。遥か昔、北上の里に異国の地より鬼と男と鬼が迷い込んできた。はあ、村の人々は自分たちとは違う彼らの姿を恐れ、男と鬼を自分たちの村に近づけさせないようにしたそうだ。男と鬼は村人たちに歓迎されず悲しんだが、お互いがいれば幸せだったので OK です。裏山の洞窟でつつましく暮らし始めた。ただ一人彼らを不憫に思った村のお面職人は、男と鬼のためいくつもお面を作ってあげた。男が異国より持ち込んだ宝石をあしらった光り輝く見事なお面。お面をかぶれば素顔を隠し、村人と仲良くできる。
男と鬼はお面職人の優しさに大層喜び感謝したそうだ。村人がすごいアホってことこれ。それからお面をかぶった男と鬼は村の祭りにこっそり来るようになった。不思議な二人組のお面の見事さはたちまち評判になり、その噂はあっという間に遠くの国々まで知れ渡った。世にも珍しい輝くお面の噂を聞きつけたのであろうか。数匹の欲深いポケモンが北上の里にやってきた。ポケモンたちは男と鬼の住処へと忍び込み、大事にしまわれていたお面を奪い取ろうとした。偶然居合わせた男が何とか一つだけお面を守りきったが、力及ばず残り三つのお面はポケモンたちに奪われてしまった。許せないと思います、俺、そういうの。退治に行きましょう。数刻後、鬼が洞窟へ戻ると、そこには争った跡と緑のお面だけがあった。鬼は男を探すためだろうか、緑のお面をかぶって村に降りた。そして、輝くお面を掲げて喜んでいるポケモンたちをやっつけた。強っ！オーガポン！事情を知らない村人たちは何が起こったかわからず、ただただ怒り狂う鬼を見て、その姿をとても恐れた。村人たちは3匹のポケモンたちが村、鬼から村を守ってくれたと考え、親しみを込めて彼らをトモッコと呼び、丁寧に埋葬した。傷つき、悲しみに暮れた鬼は一人裏山の洞窟へと帰っていった。え、男は？鬼と一緒に暮らしてた男どうなったの？何それ？そりゃ、ゼユちゃんの悲しみの雨よ、これは。オーガポンかわいそう、トモック最悪。伝わってる話と逆じゃん。出るとこ出てやるわ。出るとこ出ようとしてる。どこに出る気？ほら、待ちなさい。口外したらダメって言うとろうに。だって、村の者は自分たちの歴史を信じておる。トモッコ様を大事に思っているのに突然それを嘘呼ばわりされたら、ムカつく？そうだ。ゼユちゃん、パルデアおいでよ。当時、わしらのご先祖様、お面職人も必死に真実を訴えたが、あ、お面職人の子孫なんや。相手にされず、異端者だと迫害されたそうだ。いよいよ登坂に来るわね。ちょっと古い。ゼイちゃん古い。だからご先祖様は子孫をわしらを守るため口をつぐみ、秘密裏に真実を伝えてことにしたのだ。なるほどね。もしかしてこの話すぐは知ってんの？いや、すぐりにはまだ教えていないが、まあでも知らんとおかしいよな。すぐが鬼をすいてるあたり、いや、あいつの鬼好き異常だし。たまにあいつ、オーガポンのこと知った風な顔でマウント取ってくるからさ、やっぱマウント、やっぱ鬼マやったんや、あれ。そうやよな、俺も思った、横で見てて鬼マウント。よくわからんが、あの子は繊細な子だから、何かを察していてもおかしくない。すぐりにもいずれわしから叱るべき時にきちんと話す。今の話はくれぐれも誰にも言ってはいけないよ。わかりました。はーい。もっと言えなくなっちゃった。さっきのお面だが、額の宝石部分が少し欠けていたようだ。もしかしたら直せるかもしれん。しばらくわしに預けてもらえんか。これじいちゃんに預けたらすぐりに見つかって持っていかれる流れだな。せっかくだから綺麗にしてオガポンに返してあげようよ。うっす。大切に扱うからね。やろ。怖いなー。これすぐりー。あー。おらんかどうか確認したのに、俺ちゃんと。だから確認したのに。ちゃうねん。こういうのを繰り返してるとさ、多分すぐりがおかしなってくねん、多分。オーガポンに会いたいけど、多分今もうめちゃめちゃ純粋な子やからさ、すぐりって。
俺たちが彼の心を曲げちゃダメなんだよ。すぐに怪しまれないよ。今日はおとなしくオリエンテーリングしとこっか。はあ、すぐは村のどっかで暇でも潰してんじゃない？この村スターバックスとかあります？あったら多分そこにいると思うんですけど。すぐりと合流しよう。あ、地図に出てるわ。すぐりの位置 GPS で見えてる。皆さん、鬼の名前は本当はオーガポンと言いまして、実は鬼はみんなのことを守っていて、トモッコの方が実は悪い。ふう、すっきりした。やっぱ真実をみんなに伝えるのは気持ちがいいね。はい、すぐり、オーガポンに会いに行こうぜ。聞いてたやろお前。ああ、トーコ、あのさ、さっき姉ちゃんとどんな話してたの？いろいろ、もろもろ、たくさんの話。もうなんかやだわ。やだわ。なんかすぐりが最後のちょっと遠くて、鬼ヶ山を越えたラクドの荒れ地なんだ。山から北西に降りる。ナバ行こうか。やだわ。ほら、こうなるやんか。俺これを心配してて。スグリってめっちゃ俺のこと好きやん。だってパルディアチャンピオンやから。パルディアチャンピオンで可愛くてかっこよくて身長も一緒ぐらいやし。スグリがめちゃくちゃこう、あの、自分に対してさ、依存じゃないけれども、なんか仲良くしてくれよなみたいな、おめえ最高だよみたいな感じやったやんか。それがさ、こうなってしまったら反動でさ、俺のこと裏切ったみたいな風になるやん。信じてたのに、トワコみたいな。おめえのこと信じてたのに。好きやった気持ちが全部裏返って、反動でめちゃくちゃこう、憎しみみたいな気持ちに変わったりとかしてさ。その誤解を解かなあかん感じになるやん。で、これでなんかスゴリが仮に何かを勘違いしててさ、後から、いや、そうじゃないねんって。そうじゃなくて、実はこういう事情があってとかやったら、まだしもすぐに今全部聞いてるからさ、全部分かった上で、それでいて、なんで本当のこと言ってくれないのっていう風な気持ちになってるから、もう俺がどんな説明したとしても、でもお前俺に本当のことを言ってくれへんかったやん。友達なのに、友達だと思ってたのにってなるやん。ってなったらもう俺すぐにを説得する方法がないんだよ。こうなんのが嫌やってん。こうなるともうすぐりが、もういい、俺は一人で鬼様に会うんだみたいな感じになってさ、なんかもうどうなるか分かれへん。こう、そうなっちゃうとミミッキュ、これミミッキュが3連続でなる。ミミッキュ3兄弟出たな。ミミッキュ3兄弟ドガースや。ふい、せばドガース飲ますぞとか言ってたら、これ飲まされんの？うわぁ、死ぬわ。体内の毒ガスは空気より少し軽い。だからいつも少しだけ浮かんでいる。ああ、そういうことなんや、これ。重さ1キロ。はあ、憂鬱やわ。まだ何も起きてないのに、もう憂鬱やわ。ちゃうね。お姉ちゃんはすぐのこと心配してんね。お姉ちゃんも、俺もすぐのこと心配してんね。すぐにはまっすぐ育ってほしいだけやね。リーシャンを捕まえた。あれ、リーシャン初めて捕まえたんか。チリンとか持ってなかったんや、俺。うわー、あれ、マグマックですか？マグマック、溶岩ポケモン。へえ、今よりもたくさんのマグマックが暮らしていた。マグマックよく見たら目でかっ。どこであるか？どこに行けばよいのであるか？テラス池。高見原生、あれ？こっちか。ラクドの荒れ地。左？こっちか。あ、これ？これか。ここ降りんの？え？ここ降りるんですか？ここ降りたの？すぐ。いや、やば！どうやって降りたん？ここ。え？なんか他に行き方ある？え？ういうい、サンドいる。なんかこう、いいですね。シンプル可愛いよね。サンドとかロコンとか、なんか複雑じゃないよね。もうただただ、はい、もう動物的な可愛さあるよね。どんな高いところから落ちても体を丸めればバウンドできて助かるのだ。可愛い。
説明文かわいい。これをジニア先生が書いてると思ったらもっとかわいい。あ、ノスパスかこれ。ここにみんな来るってこと。すごくない？パルデアの人らみんなここに。え、何あれ。ピンチになると磁力を強め、前にある鉄の塊で引き寄せ身を守る。そんなことが。あれ何ですか？あれ何？奥に見えてるやつ。あれか、バルジーナの進化前。何だっけ、バルチャイか。バルチャイや。体の成長に合わせて骸骨を何度も履き替えるよ。あ、そうなんですか。これ骸骨やったんや。知らんかった。なんだ君は。これ何、君何。ジャラコ。はあ、あれジャラランガになるやつか、名前的に。ジャラランガよく知らんねんけど。おお、出てくるね。ジャラランガって600族やったっけ。ジャラコ鱗ポケモン。へえ、初めて見たかも。そういえばポケモン SV って600族で出てないの、メタグロスとジャラランガだけなんやったっけ。ジャラランガは出るんや。メタグロスもなんか、あれだっけ、なんかもう発表されてるんやったっけ。いんのかな今回。よくわかってないけど。あ、バルジーナ。飛んでんじゃね。あ、違う、落とし鳥だ、あれ。まあ、こんなもんか。サクッと回ってみたけど。まあ、あとはちょっと時間帯変えやんと出えへん系かな。そして、ゴミを。すごくたくさんのゴミを。ああ、三連ゴミ。拾います、拾います。はい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 。ふぅ。ああ、向こうの方にまだゴミ落ちてる。ここがラクドの荒れ地。寂しい場所だよな。伝承ではこの辺りで鬼様がよく見かけられてたって。看板読む前にさ、ちょっと勝負させてくれる？いや！パルデアチャンピオンはいつでも勝負を受けて立つよ。ちょっと、ノズパスめっちゃええ場所にいてんねんけど。今度こそ勝つ。おう。強化されてんのかな？この兄弟、戦闘前に必ず決め顔のドアップが入るのすごいな。ヤンヤンマー進化してへんがな。うっす、こんにちは。勝ちたい。だからケッパル、おお、頑張れ。今までは純粋に頑張れよって思っててんけど、ここで勝っちゃうと、スグリ君の自尊心を叩き潰してしまって、その結果、スグリ君がやっぱりってなりそうで、なんか。怖いな。あ、ニョロボになってる。純粋にスグリ君の成長を楽しませてよ。なんでこんな心に引っかかりを覚えながら戦わなあかんねや。お、ニョロボになってるやん。偉いね。ほな、ごめんね。君が出してくる手が見えるんだ。パルディアチャンピオン超能力持ってるんだ。やったね。あー、間違えた。違う、こんなはずじゃ。じゃ、スグリ君は間違えてないよ。俺がズルしてるだけやから。大立ちならこのままでいいや。オレンジやったれ。まあ、これは間違いかもな、うん、なぜかというと通っちゃうからね、インファイトが。やったね。なんか友達殴るのなんか嫌やな。初めてかも、こんな友達殴るの嫌なの。神っちゅ、カジッチュじゃなくて、カビッチュ。よくわかんねえけど、あいつらって草タイプ一族じゃなかったっけ。どうしてこうなんだ。ああ、ほら、もうこうなるやん。もうほら、もうスグリ君はなんだこれ。え、なんかリンゴ飴やねんけど。リンゴ飴や。回避率が下がった。へえ、失礼しまーす。急所に当たった。流れ持ってかれる。いや、流れっていうか、ごめん、勝負が終わった。あ、なんか、ごめん、あ、ごめんな、なんか。いや、スグリは強いがな。スグリは強いがな。何言うてんねんな。いや、もう今までで一番強い。もうすぐ負けるわ、俺。このままやったら一瞬で抜かれちゃうな。いや、もうほんま、スグリは、かっこええな。なんか、かっこよなった。髪型とか変えた？
看板課題さ終わらせよ。おおおそやな。あかん、すぐりが闇をほんまに闇落ちする。黄昏時、村の外で向こうから歩いてくる影があったなら気をつけよ。すぐさまお面をかぶって自らの面を隠しなされ。さすれば影が人であれ鬼であれお面同士会釈して通り過ぎるのみ。ほう、もしお面を持たざる時あれば影が人であることを願いなされ。その影人であればよし、二度とお面忘れべからず。その影鬼であれば最後真の表を覗き込まれたなら、その者魂を抜き取られ二度と村へは帰れぬだろう。へえ、ノズパス。当時みんなお面持ってて、それ全部作ったの俺のじいちゃんのじいちゃんのずっとじいちゃんなんだって。すごいすごいな、すぐりは、すぐりはすごいや、すげえ。もちろん鬼様が魂抜くとかは嘘だと思うけど、うちがお面作ってたのはほんと。俺んち代々お面職人の家系なんだって。じいちゃんもお面作れんだ。表祭りも俺の祖先がやろうって言い始めたんだと。俺ここの看板に書かれてること好きじゃない。鬼様が怖いからって必要以上に怖がって村の外へ追いやって、鬼様だってきっと寂しかったはずだ。一人だけのけものにされたから。ごめん。いやもうすぐり、もうすぐりは、すぐりはな、何が、ああもう、ああやばい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 、ああちょ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 っとちょっとちょっと、あんなに純粋でええ子やったのにスター団みたいになってる。これで課題はおしまいだ。俺ポケモンこさもっと強くすっから帰るね。ああちょっと。ほらダメだ、もっともっと強くならなきゃつって。あかんって、すぐりくんはあれでよかったのに。あーこれこれラスボスすぐりやな、多分こうだけはなってほしくなかったな。だってごめんねって言ったら何がって言われたからな。一番怒ってる人の反応やん。お、そっかそっか、君ら二人だっけ。こっちは適当にやるからあんたも頑張んなさいよ。ゼユさんやっとやる気出してくれたみたい、嬉しすぎる。ほんまや、二人で話してる。何の話してんの、なあ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 、俺のゼユちゃんと何の話してんの。俺オリエンテーション終わったからな、こっから先どうするんやろ、帰っていいのかな。まさかマジで2日でクリアされるとは思ってなかったんやろうか。あ、ようこそっつってる。はいはいはい。あ、いや違う、大丈夫です、大丈夫です。チェス。あ、まだフルーツ飴の話してる、ブライア先生。休めって言ってたから、普通に休めばいいかな。よし。ありがとうございます。俺いつまでジンベイ来てんねん。ゼユさんから伝言で家で待ってるから早く来てほしいんだって。あー、やな予感がするねー。